私の記憶の中で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。もはやネタなんか考えてなかった綱圭介である。記憶少女やっていきたいと思います。ファイル、あれ、ただ待って、なんでファイル15だけ俺の名前じゃなくて、なんで名前だったっけまあいいや、主人公の名前になってんだ。ああ、そうか、このこっからな。ちょっと不意打ち良くないよ、不意打ち良くない。これもしかして後ろからドンのパターンだったりするんかな。後ろからドン、あ、後ろからドンじゃ、後ろからドンじゃ、後ろからドン、後ろが、あー、きつい。あー、あう、あー、強いぞこいつ。後ろから、後ろからドンのつもりが、後ろからドン、ドン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 。あ、息だ、息だこれ。結局人間なんてみんな同じ、自分のことしか頭にない。私や他の人のことなんてどうでもいいのよ。自分さえ良ければ、自分さえ助かれば、それでいいと思っているのよ。だから平気で私や赤ちゃんを傷つけることができるのよ。許さない、私は絶対に許さない。他人なんて信じられない、みんな嘘ばっかり。セダニもみんな死んじゃえばいいのに、この世界からいなくなればいいのに。どんな過去があったんだろう。え、あ、あれ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 、あ、か、負けたんだうん、強いな、どうしよう、うん、このちょっと始まった瞬間襲ってくる感じ、ダメ、そういうん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 ダメ、あ、そういうんダメ。おら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 、一旦離れよう、一旦離れよう。で、追いかけてくる、追いかけてくる。よっしゃ、次だらけ、よっしゃ、おいしゃおいしゃ。ん、あれ、ちょっと待って、これさっきのやつじゃない、これさっきのやつじゃない、あれ、ダメージ食らいすぎ、むずー、これは辛いぞ。まずこの入りからがおかしいよな。ちょっと戦い始めがおかしいんやって、これ。おかしい、あかんだろ、それは。この、いきなり左ずれる。逃げろ、逃げろ。あ、逃げ切った、逃げ切った。で、一旦ちょっと、一回目をちょっと戦うのやめといて、うっす、うっす、うっす。3回が限度かな、これは。一旦離れた。よっしゃ。よっしゃ、こいつ。よいしょ。あ、ちょっと回数的にちょっと1回ぐらいで押さえといた方が安定するかもしれんな。よいしょ。なんか後ろから干潮しようみたいで、もう一人。いや、あ、あ、失敗失敗。失敗したらちょっと、潔くやめといて、よいしょ。ぐさって音がなんか、やたら干潮っぽく聞こえてくるな。よし、2回行った。2回行った。いいよ、こういう感じ、こういう感じ。グザグザ、余裕があったら2発、余裕があったら2発、3発あんまやめといた方がいいな。よいしょ、いいぞ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 、干潮大作戦、干潮大作戦、逃げながら、逃げといて動きが止まった時に干潮大作戦、干潮大作戦、いやー、ほらこれ見て、食らった時の叫び声やって、干潮食らった時みたいにうわーってなったので、ね、お下品私とセダニーは教師と生徒の関係だったけど、お互い愛し合っていた。禁断の恋ってやつかよ。私は恋に歳なんて関係ないと思っていた。でも、やっぱりダメだった。セダニーと私が付き合っていることが他の先生に知れて、セダニーは退職になった。セダニーって先生なんだ。でも、私もセダニーも諦められなかった。本当にお互いのことを愛していたから。そう、愛し合っていた。あの頃は
あの頃は良かった。でも私のお腹に自分の子供がいることを知った時にセダニーは何て言ったと思う？それは俺の子供じゃない。はい？所詮その程度の人間だったってことだね。そういうことがあったんか。うん？元の世界に戻った。私さっきの今人も今の人も二人ともいつかどこかで会ってる気がする。どうして？どうしてって言われても。わー、ミュウちゃん、こっち、え、導いてくれるのかい？こっちはいいんやけど、どこに行ったんだろう。とりあえずどっかの部屋にミュウちゃんがおるって考えればいいの。いや、ミュウちゃんがおらんにしてもなんか新しく増えとるとか。なんだなんだ。あ、もしかしてあれかな。とりあえずここは調べていくけど、まだ開いてなかったとか、とうとう開くとか。こっちだったかな。あー、やっぱりミュウちゃんここですか。ここに行けと言うんですね。わかりました。でもその前にセーブでーす。え、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 なにあれ、なにあれ。鎧がありますって、ちょっと動いたやろ。だいたいなんで鎧あるんや。おかしすぎるやろ。ファイデイチね。かっけえ。その剣振り下ろさんようにしといてくれよ。よっしゃ、潜入。開いてる。おわお、日本人形。何かあり、え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 。黒いやつ、黒いやつ、黒いやつって、ちょっと危ない、危ないやつ。え、え、え、そんなところまで。え、えぇ、ー。え、えぇ、ー。セーブしとってよかった。もしセーブしなかったら、女の子を後ろから干渉するとこから始まるけんな。カットお願いします。魔法入っていったらこんなんが出てくる。あれあれおかしいなあれ、一回目よりめっちゃ早くなかったかな。おかしいな。イエース、わあ、めっちゃエスカレーターなしの永遠。あがない。え、定番。おー、何か追いかけられたときは絶対ここに入るって考えたけどよかったりするんかな。え、え、何、え、待ち伏せ、え、待ち伏せ、ちょっと待ち伏せ。え、嘘、やりやがる。他のやつよりとは違うぞ、あいつの思考パターン。あー、追い込まれたんじゃん、追い込まれたんじゃん。テーブルがありますよ。ありますけど。あーあ。あーあ。ああ。え、お前、そんな方向向いてなかったろ。お前、そういう、そんな方向向いてなかったろ。あ、甲冑に守ってもらうとか。甲冑に守ってくれるんか。守ってくれ、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 あー守ってくれるわけないな。あ、ちょっと待って、後ろ向いてるカエル危ないって言ったよな。ちょっと調べてみようかな。クククククク、え、え、あ、あ、うぼえ、あいやー、やっぱりこの感覚たまんねえ。あれだけ尽くしてやったのに警察にチクろうとするなんてひどいよな。なあ、君も思わないか。いや、あなたは、俺は未熟な体だけ楽しめればよかったんだ。誰があんなガキの子供なんて育てるかよ。あいつのせいで俺は教師クビになったんだ。なるほど、カエル、後ろを向いたカエルは危険ってこういうことだったか。
けどイベント、こういうイベントがあるってことはまた別のところに何かあったりするんかな、変わったところとか。大人の階段登る君は、ここで起きてから何が変わったかっつうんが問題点。ここ現れるわけやん、逃げるやん、逃げるやん、上行こうとしたらこうおるんよな、別のやつに襲われる。なんだろこれ。まあいいや、もう深く考えるのはこんなにしよう。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。シーワゲエンドレス艦長、艦長大作戦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 。